プチセカ。それでね、私ストリートを歩くときまだ緊張しちゃって。そっか、どうしよう。ミク、度胸をつけたいってことかな。度胸。お姉ちゃんもお酒を飲める年だったな。おっとと。あ、もうこんな時間。相談に乗ってくれてありがとね、ミクちゃん、レン君、メイコさん。アキトトーヤ大変、小羽が。どうした。ヨーヨーヨー。うわー、おい、どうしたんだよ。てめえ、兄貴軽々しく。ヨー、こいつらガチコウ、テラシーはノー。すいません、お友達でしたか。っていうか、この人たち何。ファッション最強、振り払うは緊張。トークで速攻なったよ、ガチコウ。喋り方どうしちゃったの。本当にあずさわなのか。このバイブルでアゲアゲバイブス。小羽のやつこれに感化されたのか。こんなグラさん、小羽に似合ってないよ。なんてすさんだ目をしてるの。勉強家だからな、間違えて突き詰めてしまったんだろう。で兄貴、夜の集会どうします。門限あるから。集会の時間早めやす。待って小羽、今日の練習はどうするの。招集練習。勉強のしすぎで記憶が混濁してるみたいだな。何か思い出せるもの。小羽、これ。みんなごめんね、集会行けない。私歌わなくっちゃ。姉貴。姉貴は自分の信じる道を進んでください。ライブ応援しに行きますぜ。みんな、小羽。あいつ変なとこで度胸あるよな。